福岡ソフトバンクホークス対東京ヤクルトスワローズの8番バッター内川、フォアボールのランナーが出ています。走ってきた、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。ここはスチールを阻止されてしまいました。いやー、これは残念でしたね。打ちました、セカンドが取る、ツーアウトになりました。バッターボックス中村、前の打席はカーブをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。膝元をつきましたが外れました。打ちました、わずかに左に切れました、ファールボール。これが5球目。この球は落としましたが決まりません。打ちました、ショートが取る、一塁アウトで3アウトチェンジです。バッターは3番山田、まあホークスとしては落ち着いてアウトを増やしていってほしいですね。なるほど、そうですね。いい当たり、抜けた、セカンドランナー帰れるか、センター前ヒット。試合を制したのはソフトバンクホークスです。